たった今貴様にとっての秘宝が一つ追加されたぞ。何？証拠だ。なるほど。それが1分間限定とはいえ、メリオダスとゼルドリスを打ち倒した力か。面白い。その力、どれほどのものか我自らが吟味してくれよ。ここが魔人王。ここが魔人王。エスカドール、僕らも加勢するよ。邪魔は許さん。ようやくこの時が来た。エスカノール。エリザベス、俺の後ろに隠れていろ。味わうがよい、人間。ねえ、これが魔人王の力ぞ。つ、出来損ないの我が息子とは別次元であろう。だが、痛みだけだ。貴様の一撃からは何の思いも感じぬ。わけのわからぬ妄言を浮かすな。あの状態のエスカノールの攻撃に耐え続けるなんて。それでも確実に魔人王はダメージを負ってるよ。問題は時間だろう。褒めて使わず、この我と対等に渡り合える人間が存在するとは。だがやはり貴様に勝機はない。時間切れだ。友よ、これでようやく誓いを果たせる。エスカノールに何が起きたの？どうして1分を超えてザ・ワンを保っていられるんだ？エスカノール、お前まさか。自ら手放そうとしていたこの命、大切な友のためにかけること。俺はサンシャインの魔力じゃねえ。エスカノールは自分の全生命力を魔力に変換している。あいつは自分の命を燃やし尽くすつもりだ。全生命力を魔力に変換している。あいつは自分の命を燃やし尽くすつもりだ。エスカノール、そんなI'm sorry.
はここまでだ。消えよ。カウンターバニッシュ。バニシングキル。ファイトファイヤー、ウィズファイヤー。何の真似だ。邪魔立て無用と言ったはずだ。てめえこそ何の真似だバカ野郎。どけ。どいてほしけりゃ力ずくでどかしてみるんだな。俺はこんなことをさせるために七つの大罪に誘ったわけじゃねえぞ。覚えているか。我がまだ己の力を使いこなす術も知らず暴走していたあの頃、何度も貴様に愚の根も出ぬほどに叩きのめされたことを。おこがましくも貴様はその小さな体を張ってサンシャインを使いこなす術を我に教え、生意気にも貴様は孤独だった我に心地よい居場所を与えた。貴様にわかるか、それがどれほど嬉しかったか。わかるよ、エスカノール。闇の獣よ。奴らの臓腑をえぐり出し、食らい尽くせ。我はもうずっと己の心に誓い続けていた。エスカノール！かつて手放そうとしていた命、貴様のために、仲間のためにかけることは。お前が俺たちのために命を張るってなら、俺たちもお前のために命を張るのが筋ってもんだろ。そういうことだ。君はとっくに一人じゃないんだ。貴様ら、行くぞ。後には引けぬ。よって今から貴様ら全員に命令を下す。我も共に戦うことを許してください。
俺たちは最後の最後まで仲間だ。